はい、新しくまたワンピースのスクラッチが発売されていたので買ってきました。今回はね、ルフィ&ロビンで、この海賊のマークが、この枠の中に何個出たかで賞金が違います。で、全てね、ドクロマークだったらこれ1等100万円が当たるそうです。なのでね、今回ゆっくり1個ずつじっくりと削っていこうと思います。で、今回3枚あるんでね、3回楽しめます。では1枚目からいってみましょう。はい、もうすでにこの時点で100万円はなくなりました。次に行ってみましょう。はい、はい、この時点で2等もなくなりました。はい、横に1列並んだんですけれども、まあ、これ多分ね、ドクロじゃないんでね、これは外れじゃないですけど、まだちょっとね、当たりではありません。せっかく並んだのにね、当たりじゃないってのもなんとなくあれですけども、はい、ここでドクロマーク出ました。 1,2,3,4,5,6 個出れば、まあ、1万円が当たるということで、この下に移ってみましょう。はい、2個、まあ、最低で4つ出れば200円という賞金が当たります。はい、あと3つのうち2つ出ればとりあえず200円ですね。はい、あら、本能が多くなっちゃいました。で、今がね、ドクロであればドクロであってもこれは外れです。はい、ドクロ3つ、はい、これ外れです。では次行ってみましょう。もうね、いきなり本なんで、なくなりました。はい、2等もなくなりました。はい、3等もなくなりました。まあ、ドクロが出たんで、まあ、2個、3つ出るまではね、リーチもかかんないんで、まあ、とりあえず削っていきましょう。これも外れです。最後の1枚いってみましょう。今度は真ん中からいってみよう。はい、1等なくなりました。お、ドクロマークだ。はい、これで2等もなくなりました。お、ドクロだ。はい、これで3等なくなりました。4等もなくなりました。はい、5等もなくなってしまいました。あとこれとこれがね、ドクロであれば200円が当たるということで、はい、うん、残念。はい、この時点で6等もなくなりました。ドクロマークは3個ずつですね。今回もしっかりと外れました。またね、ちょっと宝くじ売り場に行ったら、まあ、ちょっと買ってこようとは思いますけれども、まあ、今回のはね、全部一気に削ってもいいのかなというところでしょうか。ではまた次回のスクラッチでお会いしましょう。バイバイ。